カニクイアザラシは、ネコモクアザラシかカニクイアザラシ属に分類されるアザラシ。本種のみでカニクイアザラシ属を構成する南極大陸周辺。体長220から230センチメートル。体重200から300キログラム。体型は細長い。全身は泡灰色の体毛で覆われる。頭部は小型。歯列は、門歯が上あ52本、下顎2から4本。 剣士が上下2本ずつ、小球歯が上下8本ずつ、大球歯が上下2本ずつの計28から30本の歯を持つ。口頭は複雑な形状で隙間が多く、主な獲物である沖網を海水ごと口に含んだ後に沖網だけを腰取るのに適している。新生児の体重は約 25kg だが、授乳期間を終えると約 120kg にまで急増する。 海洋や流氷の上などに生息する。群れは形成せず、単独で生活する。天敵としては、シャチや氷アザラシが挙げられる。氷アザラシに襲われ、平行な2本の傷跡を持つ個体も多い。植生は、動物食で、主に南極オキアミを餌とする。夜間に氷層に浮かぶオキアミを、海水ごと口に入れ、九死で腰取りハの隙間から海水を排出して食べる。 他に、軟体動物や、魚類なども食べるが、名前に反して、カニは食べない。繁殖形態は耐性。オスは、表情で、メスの頸部や顕部に噛みつき、交尾を迫る。主に表情で9から10月に1回に1頭の、幼獣を生む。授乳期間は、約2から4週間。この際、メス、幼獣、オスからなる、小規模な群れを形成する。オスは、 授乳期間中にもメスに交尾を迫るが、メスは激しく抵抗する。授乳期間を終えると、幼獣は外敵から身を守るために群れを形成する。メスは生後2から4年で生成熟する。寿命は、オスが30年以上で、メスは約36年。メスは20世紀半ばには約4年で生成熟していたが、近年は2年半で生成熟する。これは、 競合相手であったクジラが人間の乱獲により激減したため、それに伴い獲物の量が増加したことが原因と考えられている。また、同様の理由により生息数自体も急増し、現在の生息数は1500万頭とも4000万頭とも推定されている。ありがとうございます。